ですね、マジめっちゃ乾いた声でいます。ここまでだいたいね、30分ぐらいは、バイク運転してきました。ここからは、バイクのね、道はないのですので、ここからだいたい1時間を登る。もう足が注力しないといけない。で、今みんながね、歩いてこの最上のところまで行ってます。もう天気もちょっと今ね、めっちゃ曇りですので、雨が降りそうですので、それがちょっとやばいですね。それはなんだろう、牛、何やっとってるんぞ。正直に言うと僕はめっちゃやばい。もうなんというスタミナ、体力ですね。体力はゼロないです。ありがとう。この人はこの人はやりちんです。怖くない。なんで、こんにちは。白い髪が多すぎ、ちょっと心配すぎ。この人は日本人に似てるね。お前はバカだから、いくら頑張っても石足には出ないぞ。道が狭いだから。上から多分ここに住んでいる人々かな。マジ、ね、ちょっとここの生活を見るとちょっと悲しくなるね。この田舎のマジ生活するのはちょっと大変すぎ。やっと店が来た。調理師、とりあえず水。残念ながら雨が降り始まった。大雨だからもうしょうがない。仕方がない。これの、今は僕たちは1800メートルにいます。ここから行き先もちょっと着くのはちょっと無理そうなんで、みんなね、友達はここ、止まってます。そこ止まってるから、そこめっちゃいい。ホームステイ、に見えるけど、わからない。ここに泊まるか、もっと、上に進む。ちょっと決まってないです。ちょっと、雨が多すぎて。ちょっと、きついな。やばい。やばい。多分今日は、ここで泊まりましょう。このビデオは。
今から僕たちも迷ってるからどうしよう。雨も降ってるし、あと進むも全然知らない。多分そこは泊まるは結構いいに見えるから、多分今日は多分そこで泊まります。OK、バイバイ。It's party here. Kanpai. また明日会いましょう。マジ言いたいことがない。とりあえずおはようございます。皆さん、タオコズヒュー。あのね、マジ残念。ここまでね、せっかく来てちょっと楽しみしようと思ってたけど、ずっと朝からね、ずっと雨が降って、今はちょっと止んでるところですので、でも僕たちのここ来る目的は朝のサンライズですね。サンライズを見るためにせっかく来ましたけど、もうずっと朝から雨が降って、もう景色も何も見てない、山も見てないし、ちょっと待ってね。ですよ、山が全然見てないから意味がない。ここまで来てる。わー、なんでそんな残念。マジ残念、マジ残念ですね。でもこういうところはある。特に僕がね、運がめっちゃ悪いだから。はい、今からね、昼食して、多分僕たちは上を進まない。めっちゃ大雨ですので、天気がめっちゃ悪かった。昨日電話するときはね、ここの、人々の、話聞いたときは、昨日まではめっちゃ天気が良かったと言われてるから、昨日ね、遅いで来ましたけど、今日の天気を見るとマジ、すごい残念を感じてます。まあいい、そういうところは、そういうことはあるね。だから、今から、朝食して帰ります。皆さん、最後まで見ていただいて本当にありがとうございます。皆さんもね、こういう残念なところある、ところは、ぜひコメントしてくださいね。僕は読みますから。はい、バイバイ。また会いましょうね。待ち疲れた。さっきはさよなら、バイバイを言いましたけど、ちょっとね、そこの、今住んでるレストランのホテルの人がもうちょっと10分ぐらい上に上がったら、この最上のところからちょっとだけは、もし山が見えるかもしれないと言われて、ここまではせっかく来ましたけど、今雨も降ってるしから、カッパを切ってここまで来ましたけど、ここのここからね、なんていう景色を見るとこんな感じです。このところは全部山ですね。全部山。でもすごい曇りで何も見てない。本当だよね。ね、そこしてね。めっちゃいい。こうやってね、山がすごい回ってるから。
雨が降ってるから残念。残念。マジ残念。じゃあ、皆さん、また来週のビデオで会いましょう。バイバイ。